育達夫、達夫は字で本名は幾文である。石膏省扶養県の出身、中国近代の小説家、文章家、詩人である。育達夫は本名を幾文と言い、石膏省扶養県満州街のインテリの家庭に生まれた。3歳の時、父が亡くなり、家が貧しくなったが、7歳の時、塾に入り、9歳の時には、府を作るようになった。 また、扶養権立高等小学に学び、コレコ大学余科に進学し、クイ、府中学に入学した。1913年長慶の育花に従って、日本に留学した。ここまでの彼の生活は、自伝、我が夢我が青春に詳しく描かれている。1919年11月、東京帝国大学経済学部に入学し、1922年、卒業し、 帰国した。経済を学びながらも文学活動を続け、留学期間中多くの外国の小説を読んだ。中でもロシアやドイツの小説を多く読んだ。1921年、日本に留学している各末弱、生我、長助平、定白期とともに文学グループ、創造者を組織した。この年から小説を書き始めている。同年九月、帰国し、 創造機関の出版準備を行う間に、アンケ法制専門学校英文化主任を担当した。同年10月15日、短編小説集、沈林を出版した。内容は、日本留学時に日本の女性に恋したことが主題になっている。主人公の孤独、性の問題、中国の矛盾を描き出し、複雑な心理を描写し、内容は複雑になっており、 国内の分断に大きな影響を与えた。出版されてから不道徳であると非難を浴びたが、修作人からの優れた芸術作品であるという弁護に、ますます作品の名を高めた。1922年、日本に帰卒業試験に参加、同年3月末に卒業し、経済学士の学位を獲得。10年もの留学生活を終え故郷に帰国。変わらず、 安喜びで教員を務める。幾達夫は二十数歳で肺結核を患っている。中国人として中国を侵略した日本をひどく恨んでいたが、一方で日本人女性は中国人女性よりもはるかに素晴らしいと述べ、ふくよかな日本女性に童貞を捧げている。日中戦争時代初期、彼は復権民法の副主編であった。 1938年に家族を連れて、武漢に移り、政治部設計主任、中華全国文芸会公的協会上無理事に任命された。助手に赴き、軍を移動し、また、各地の前線に赴いている。同年末、家族と共に南洋に移り、公日を宣伝した。1938年12月、シンガポールに移り、星ス日報の文芸副館、明日星。 保シ版法の文芸副官、成功画法の文芸版主編に認じられた。文化芸術活動に熱心であり、当時、シンガポールに足を止めていた、画家女卑、大鳥、流海族、音楽家の任光行と常に親しくしていた。幾達夫は保シ日報に勤めている3年ほどで、400編以上の公日の論文を発表している。後に、台湾の学者、畑賢治の手により、 幾達男南洋自筆、幾達男公選分読の2冊の本にまとめられた。1940年、幾達男は、新華派南洋学会の総建人の一人となる。1941年末、太平洋戦争が勃発すると、星花文化会戦時工作団の団長、華教公的動員委員会の執行委員になり、星須歌教義勇軍を組織する。しかし、 シンガポール陥落後、スマトラに避難する。1942年6月初めに、スマトラ西部の都市、パヤクン部に逃れ、長連と名乗り河橋、最小達宅に滞在して、酒造工場を手伝った。この地で唯一日本語を介する河橋として、日本憲兵隊の通訳を務めたことから、給金を受け取っていなかったものの、周囲の人々には、 日本軍の協力者だと見られることとなった。しかし、その立場を利用して、インドネシア人や家境を保護することもあった。1945年、日本軍は彼が幾多津であることを認識する。日本降伏後のある夜、彼は突然失踪するが、日本憲兵隊に殺されたとも、抗日戦線に、カンカンとして秘密裏に処刑されたとも言われているものの、今なお謎とされている。 鈴木正夫は日本憲兵隊によって殺害されたとするが、関与した日本憲兵の資料を公開していないため、学会では定説として認められていない。1952年、中華人民共和国中央人民政府は、幾達を革命烈士として追認した。1983年6月20日、中華人民共和国民政府は、革命烈士証書を授けた。 幾多津夫の文学は日本文学の影響をすこぶる受けている。特に彼が当時の現代日本の小説家の中で最も崇拝している作家として佐藤春夫を挙げ、幾多津夫の人輪は佐藤春夫の田園の憂鬱から大きな示唆を得たという意見もある。それにより日本の批評家も彼の作品に高い関心を持っている。大江健三郎は幾多津夫を アジア現代主義の先駆であるとしている。イクタツオの署名、イクタツオの小説は、初期のものは大部分が事故の申請に取材したもので、干渉と灰の色が濃い。過去がその上り詰めた頂点に位いする作品である。これらの中には、暗黒な現実に対する激しい憤りをぶちまけたもの、労働人民に対する同情を示したものもあるが、 結局、傍観者的な同情と事故の無力への自重に終わっている。春風沈水の夜はそれらの中で最も成功した一編である。沈林は、幾達夫の初期の短編小説であり、最も有名なものである。出版された時、当時の分断を震撼させた。日本に滞在する一留学生の生の苦悶から国家の打弱の悲哀を著述している。この小説は、 育達夫自身をモデルにしており、日本の私小説の風格を帯びている。育達夫はまた、旅行記、散文、政治批評、文学評論など多くを著述している。その中で、旅行記の風景描写は有名である。育達夫は、中国新文学史上、初めて在世中に日記を出版した作家である。特に、日記九首は、 王栄かすみとの恋愛の私生活を赤裸々に書いたものであり、読者やマスコミから大変注目された。イクタツオは1910年より旧大詩を作っており、すこぶる有名である。王栄かすみと不和になった後、この事情を引き式に組詞で明らかにしている。詩が19種、詩が1種である。台湾の作家流振興編さんのイクタツオ詩詩編全集がある。 イクタツオは、英語、ドイツ語、日本語の三種の外国語に堪能で、少なからぬ翻訳がある。ボージュンは、人林の主人公の性格についての描写を評価する。一方で、作者が辞書で述べた例と肉体の衝突の描写は、失敗だったと批判。また、周作人は、イクタツオの、人林を語る前に、背徳の文学の問題について語り、人は、イクタツオの小説を、 背徳の文学と批判するが、道徳の名を借りて、文芸を批判することはして欲しくない、と、陳林を擁護した。この二人の批評から見ても、当時の中国では、背徳の文学は、寄付されてきたことが伺える。また、幾多夫が、背徳の文学を執筆するにあたり、日本留学で得た知識や感性が少なからず、反映されている。佐藤一郎は、幾達夫の作品について、 イク・達夫は極めて得意で貴重な存在だった。彼は、鑑賞と大敗という作品の性格を生かし人間の弱さを追求して、世間の偽善家族たちに突きつけたと語る一方、イクの文学は政治的世界に適応できなかった、小市民文学であると述べる。また、安倍幸夫は、森林から出本まで一貫して暗い中国社会への反逆。 祖国愛の限りなき熱情を秘めた反逆を胸に抱いていた。惜しいことは彼は問題を人の善意のみで解決しようとしたことだ。だから幾多夫は最後までこの暗い現実をどう吹き飛ばしたらいいのか、検討もつかず出口を求めて放浪を続けねばならなかったのであると述べた。この二人の批評から見ることができるのは背徳の文学が近畿であるかどうかよりも、 左翼文学者としての幾達夫を彼の文学を通して批判していることだ。幾達夫と大江かす幾達夫は三度結婚しており、11人の子供がいる。1917年8月28日、母の命により孫と婚約する。孫はもともと孫南波といい、字は線であり、石膏症不要権の人である。 1917年10月16日以後、なお孫ごと改め、字をナンパとした。イクタツオに、某のために字を改めて、ナンパとのたまい、なお改めて、おのたまうと題する七ことゼックがある。婚約後、イクタツオは先に、日本に留学した。1920年、正式に結婚した。次男、次女がいた、リ二、はじむ民、天民、清民。 1927年1月14日、彼は、甲州の人、大江霞と知り合う。大江霞は、元の姓を金と言い、幼い時の名前は、金鎖と言い、学名を、金宝金と言った。大体13歳の時、母方の祖父の幼女となり、なお、王明と改め、英霞とこうした。後に、この英霞を名前とした。この年の六月五日、 イクと王の両人は婚約し、孫と別居した。翌年の3月中旬頃、二人は上海で結婚した。四つ岡爪を育てた、戸部、静子、雲、助、純。1938年7月4日、王江霞は出奔した。イク達夫は3通の恋文を見つけ、彼女がすでに石膏省の役人、巨匠隊と密通していたことを知った。 翌年、二人は、正式に離婚した。幾達夫は、引き式の中で、この事件を詳細に記している。幾達夫に、下道目かけ、王子改め嫁前の遺留品という一辺の詩がある。また、画心堂の一種がある。幾達夫は、スマトラに住んでいる時に、1943年9月15日に、その土地の家境の娘何れ優と結婚し、 数を数めを設けている、大河、ミラン室花流の小説に、同名の登場人物がいる。現在、広州に、イクタツオが住んでいた旧宅が保存されている。住所は、広州大学路上管路63号である。ここは、1933年4月、イクタツオが国民党の政治的迫害を逃れて、上海から一家を挙げて、広州に移ってきた時に住んだ場所である。 我が夢我が青春、岡崎敏夫役、自己的延地、賃貧、幕国富、中国人は、落日の日本を、どう見ているか応じ立、陳礼義、江戸、中国文学史資料全編現代巻幾多津を、研究資料、地出版社、P6、ISBN9 兆7878億247万5908ただし、後に、佐藤春夫が、 アジアの子という作品を出したことで、育辰は激怒し、関係が悪化する。伊藤虎丸、近代の精神と、中国現代文学九個書院、2007年、339ページ。ISBN 9長7847億6292万8185。各松弱、育辰夫州中国の革命と、文学三松枝茂を、平凡者。 1972年379ページ。また、中国文学史資料全編現代巻幾多を研究資料、王自立、陳令吉、出版社2010年4ページ。ISBN 9兆7878億247万5908。には、中国の現代文学で最も早く労働者をイメージした作品の中の一つだ、とある。 リレー君、幾達夫の現像、異文化、時代、社会との葛藤花書院、2016年、86から87ページ。ISBN9 兆7848億6561万550。リレー君、幾達夫の現像、異文化、時代、社会との葛藤花書院、2016年、164から167ページ。 ISBN 9長7848億6561万550佐藤一郎中国文学史課金制現代中国文化全書録公文堂出版社1983年179から185ページ現代中国の作家たち竹内義美岡崎敏夫安倍幸夫和光社1954年 183から184ページ、イクオット的女人、レッドパイクヒライゲン、作家、2011年7月18日閲覧、ありがとうございます。